それでは、清潔歯薬の、オンラインセミナー、YouTube の始めたいと思います。今日はテーマは喘息です。喘息というのはいろんな時にこう出てくる、まあ、症状なんですけど、今の、まあ、季節から言えば秋から冬ですよね。で、この自律神経というものは季節に非常に敏感に反応する、まあ、体の生命維持装置みたいなものなんですけど、例えば今、今日も福岡雨が降ったりして、東京の方でも雨が降り出して、北海道やなんかは、なんか明日雪だとか言ってますけど、そういうふうにこう低気圧が来て、気圧がこう変化するっていうのに、非常に副交感神経は敏感に反応するんですね。そういう時に、頭の中の副交感神経がパッと反応します。逆に、大陸からすごい高気圧がバーッと張り出してきて、冷たい風がピュッと吹いてくると。今度は高気圧ですから、そういう時には交感神経が働きを強める。まあ、こういうのが、まあ、自律神経の、まあ、特徴といえば、やってることが、お仕事なんですけど、で、まあ、今日のテーマとしては、喘息ですので、そういう気圧の変化やなんかが誘因となって、まあ、もろもろあるんですけど、副交感神経がすごく興奮したという、設定ですね。で、そういう時に、この、もともとこの、呼吸器系が弱い人っていうのは、この時期なぜそんなことになるのかっていうのを一つの条件の中にですね、乾燥っていうのもあるんですね。で、気圧がこう変動する中で大陸からの高気圧が、冷たく乾燥した空気を持ってきますので、その乾燥した空気っていうのは私たちの粘膜を非常にこう干からびさせてしまうんですね。で、また敏感にさせてしまったりします。そうすると喉とか鼻とかですね、気管支とか肺とかいう、そういう粘膜で覆われているところは非常に、弱くなってしまいます。ですからこの時期に、まあ、交感神経の症状で言えばインフルエンザとか、まあ、今コロナとか、まあ、ありますけど、こういう風邪の症状が、いろいろ出てくるわけですね。で、もう一つ副交感神経が強く働いている人には喘息というような症状が出てきてしまいます。じゃあ喘息というのは一体どういうことになっているのかと。で、そういういろんな誘因によって副交感神経が異常興奮しましたと。で、そこにですね、呼吸器系の感受性が高いというそういうものがあれば、そこに喘息というものが、発生するんですね。喘息って言ったらなんかすごい病気に取りつかれてしまったみたいなことを考えられることがあるかもしれませんけど、ちょうどここに、私が使ってたえらく昔の基礎生理学の本がこうあるんですけどね、これにも、書いてある。自律神経の働きっていうのを2つに交感神経と副交感神経に分けて、だいたい教科書には出てくるんですけど、その時に副交感神経が働いた時には気管支は細くなるんですね。交感神経が働いた時には気管支は太くなる。まあ、どういうことかというと、まあ、交感神経の方が分かりやすいですよね。すごく走りましたという時には空気たくさん欲しいですから、気管支は大きくなって、まあ、喘息の状態じゃなくなるわけですね。要は副交感神経っていうのは働いた時には細くなりますので、というふうに、まあ、空気があんまりうまく入ってこないと、そういう状況になるんです。まあ、これは別段だから、変な病気に取りつかれたとかそういうことじゃなくて、そういう自律神経の働きによって体の、まあ、組織は変化していると、そういう生命維持装置を、ちゃんと持っているんだと、そういうことなわけですね。それがまあ喘息なわけですね。じゃあ、まあ、副交感神経の異常興奮なきゃいいんですけど、人間はその交感神経と副交感神経でコントロールされてますので、どうしても副交感神経っていうのはあります。これはですね、ちっちゃい体がだんだん大人になっていくという時に必ず必要な神経ですね。栄養を吸収して体を大きくして、そして大人になっていくと。だいたいだから15、6歳ぐらいになると、まあ、お父さんお母さんと同じ背丈になった頃になると自律神経でバランスをこう取れてくるんですけど、まあ、たまに副交感神経のガーッとこう働き強めてる人がいたりとかですね、まあ、そういう生活をしていたりすると大人になってもそういう症状が出てくる場合もあります。まあ、ちょっとこれ話をですね、細かく全部やってると大変ですので、Google クラスルームに入っていただきましてですね、入門編のところの、まあ、授業というところをプチッとクリックしてみてください。
ずらずらずらざっとこう項目出てきますので、それで、上から言うと12番目のところに、この副交感神経の働きによる云々っていうのが書いてあります。でこれを、このライブ終わった後でもいいからもう一度ご覧いただきたいんですけど、パソコンでやってる人はですね、10番目で切れてますから下っていうのをクリックするとそのあと2個下に、これが出てきます。でこれに、上の方にですね、その副交感神経が興奮した時の症状っていうのを書いております。確か5番目か6番目ぐらいに喘息って入れてると思います。でそれもうちょっと下、見ていただくとですね、誘因っていうのが書いてあります。誘因っていうのはですね、でこれは副交感神経、いわゆる喘息の原因になっているのが副交感神経の異常興奮ですから、それをより働きを強めてしまう、異常興奮させてしまうというのが誘因というのがあります。ですから、もともと副交感神経が働きやすいような、親からもらっている、ご先祖様からですね、先天的にこういただいているものがあるわけですけど、それプラス皆さんが毎日の生活の中で、その誘因になるものをですね、たくさんこうやってしまったり身につけたり食べてしまったりとかすると、副交感神経が親からもらった神経ですから、ちょっとはこう副交感神経が働き少しあるねと、強いねと、いう体質でもこのくらいだったらいいんですけど、それに、お酒飲みました、タバコ吸いました、なんかその辺で、洗濯物を干したらなんかひどい匂いがしましたとかですね、で低気圧が来ましたとか言って、こんなに副交感神経が働くと、その人の感受性の高い臓器に、例えば鼻だったら鼻水が出たりとか、目だったら目が痒くなって、目花粉症とかで、この時期で呼吸器系がちょっと弱い、感受性が高い人は喘息になったりと、そういうことになるわけですね。でこの誘因をもう一度ご自分でその20個ぐらい書いてって思います。甘いものとか脂っこいもの、お酒、タバコ、最近香害、香りの害って言いますけど、あれはもう副交感神経を、異常興奮させてアレルギー症状を出す、ものですね。さっき言った低気圧なんかありますけど、なかなか困るのがね、猫なんですよね。猫ってね、どうも人間と相性が良くないというか、人間がこう猫は遠ざけてあげたい方なんですね。でなんか呼吸器系あんまりこう強くない人って猫あんまり良くないんですよね。今更言っても手放すわけいかないっていう人結構いますので、どうしようかってそこで相談になるんですけど、なるべくそういう体質的にアレルギーがある人、喘息がある人はそういうものを近づけない方がいい、食べない方がいいと、こういうことがあります。でじゃあ治療で、とりあえず治療で、病気じゃないからですね、なかなかそううまくいかないんですよ。これが副交感神経が働き強めるっていうのは、これ病気じゃないですから、正常なことですから、これビュッとはい抑制されましたとか言ったら命ないですから。でもこのくらいの副交感神経の異常興奮をちょっとこう下げる、ちょっとこのくらいかな、下げるというふうな、ことをやるのが、整形治療では手足の薬指の H の5と F の5、 H というのはハンドの H ですね、F はフット、ドイツ語で何て言うのかな、手足の薬指を刺激すると副交感神経が少しこう抑えられますよというのを、見つけたのが浅見哲夫先生なんですね。で、清潔試薬をして出血させるという方法がありますよね。これ浅見先生お書きになった21世紀の医学の中を見てみると、喘息の患者さんでもうどうしようもなくその喘息がうまく治らないというか取れないっていう場合は、もうこの H5F5 の清潔試薬を3回くらいやったと。だから30回ぐらいの出血を3回ですから、1箇所で90滴ぐらいを出してらっしゃるんですね。30回全部やってみて、おい症状どうだ、いやまだ苦しいです、でまたもう一回やって、またどうだ、いやまだ苦しい、で3回目またやったらどうだ、なんか少し意味だ、今日はこのくらいにしとこうかなとか、こういう話になったりとかですね。軽い、喘息とかいうその症状だったら、アルミ玉って言って、アルミホイルをくるくる丸めたのをこう薬指に絆創膏で貼ってもらったりとかですね、それでも
よかったです。あ、それから今日は、ゲストに、ゲストっていうか、後でちょっと質問やなんかのコーナーも担当していただくんですけど、田村先生っていう新潟のお灸の先生を、お招きしてますので、この清潔にお灸をするっていうのは非常にいいんですよね。で、喘息の場合は薬指に、まあ、うちでは簡単ですから千年灸っていうのをピタッとするんですけど、実際はこうもぐさをひねってピッてやって火つけてあちちってやるお灸の方がまあ効果あるんですね。ただこういうふうにその手足の薬指を清潔しなくします、刺激をします、それで全て OK かって、そうじゃないんですね。まあ、これはきっかけみたいなもんだと思ってください。で、さっき言ったように副交感神経が働きを強めるというのは異常なことではないんですね。正常な反応ですから。ということは、何か自分の生活なり何かの中に副交感神経を興奮させるような誘因があるんじゃないかなと。で、患者さんと私も、なんかないかなとかいうふうな話でこう話をするんですよね。だいたい患者さんがすごく好きなことか、すごく嫌いなことかですね、どうしてもやめられないこととかですね、そういうことがその誘因になっていることが多いんですけど、さっき言った猫なんかいうのもですね、喘息の患者さんでもう絶対喘息がもうなんとかしてくださいってこう鼻水だらだらでおいでになるんですけど、そこんちは猫が3匹いて、3匹とも野良猫なんですね。で、そのうちの1匹は夜になると布団の中に入ってくるそうです。これで何かできると思うんです。それは無理です。やっぱり猫をですね、少しこう遠ざけていただくぐらいのことはしないと、難しいでしょうね。まあ中には何かないかなって、何にもないですって。今日何時起きました？今日はだいたいもううちの息子もまあ就職したし、のんびり8時頃起きてますって言うんですね。あ、そうですか。今日はちょっと二度寝して9時にもう一回起きました。ここは朝起きがダメな人と思います。そういう人は夜更かしですから、夜更かしすると副交感神経がこう働きを強めるんですね。その日内リズムっていうのがあるんですけど、時間差でこう行くんですけど、それがだん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 おかしく夜更かしになって朝起きれないとなると、副交感神経の興奮がだん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 高まっていきます。最近ある香りの害なんていうのも、うちのすぐ近所にコインランドリーができまして、そこからこう、もうなんかすごい匂いが来るんですね。もう苦手なんですけどね。まあ、そういうのをなるべく遠ざけていただかないと、いくら一生懸命治療しても残念ながら効果がありません。こういうことですけど、じゃあどんな生活すればいいのか。さっき言ったその早寝早起き、これ基本です。なんでかというと、朝日が昇ったのと反応して、それ反応するように私たちの自律神経の働きってこう変わっていくんですよね。太陽光線がこう太陽光を昇りますよね。こう拝みますよね。で、こう目にブルーライトが、青い光が入ってきますよね。そうすると交感神経がパッとこう働くんですね。で、朝からこう、昨日夜更かししたから、寝るのが遅くなって、で起きるのも遅くなったって、もうそこで夜明けからのもう時間ずれてしまってきてるわけですから、早寝早起きをしない人に、アレルギー症状、例えば喘息をですね、なんとかしましょうって、これは難しいです。もうこれ基本中の基本です。それから人間っていうのは動物、動くものですから、体をこうよく動かすと。汗をかいてですね、太陽光線に当たるなんていうのは、これも自然のことですから。これも喘息がすごく出てるときは難しいでしょうけど、そうじゃないときに、そういうふうに、体調を整えるようにですね、やってもらったらいいかなと思うんですね。もうちょっと時間ありますね。で、人間の体っていうのは、意外と寒さには、強いというかですね、寒さによってこの副交感神経が抑えられるような、そういう特性も持ってます。副交感神経を抑えるんですね。で、どうしたらいいのかって、昔子供たちを鍛えるのに、お父さんと一緒に風呂入って、もう3人子供がいたらこう並べるわけですよね。で、バケツとか洗面器に水汲んどいて、ダーッとこうお父さんにかけるんですね。そうやって水をダバッとかけるわけですね。子供はもうお父さんとお風呂入るの嫌とか言うんですけど、やっぱそうやって昔の人はちゃんとこう鍛えてたんですね。で、これを今から20年ぐらい前、東京の方のいかけの大学で、そのなんでその水をかけると、そのアレルギーやなんかの症状いいのかなっていうんで実験してるんですけど、その副腎というところから
腎臓の上にこうとんがり帽子みたいにくっついてる組織があるんですけど、ここからですね、ステロイドやなんか その物質が冷たい水をパーッと当てることによって出てくるっていうのが分かったんですね。で最近ではアイスマンっていう人が、氷のお風呂にザブッと入ったりとか、フィンランド式のサウナなんかいうのは、カンカンにサウナでカーッと熱くしといて、で氷の張った池にダブッと飛び込んだりとかですね。でそういうふうに結構冷たいものにもう今からやるんだったらシャワーでいいです。氷用意して飛び込まなくていいですから、シャワーを2分間ぐらいこう体にサササササってこうやって当てるだけでいいですね。今年一人女性の方でおすすめして夏からやり始めたんですね。でこの間いらっしゃって、先生これまだやるんですか。まだやるって、今からやるために夏こうちょっと慣らしてたんですから、こっからやらなきゃ何も効果ないですよって言うと、じゃあ頑張ってやりますという、そういうお話になります。まあ、こうやって体っていうのは、鍛えていけば、健康的に交感神経が働いて自律神経のバランスがこう取れると、そういうことも考えながら、喘息に、対応していただきたいと。どうしてもっていう時にもこの H5F5 の清潔脂肪をパンパンパンパーンとやるときはパンパンパンパーンとこう、浅見先生も H5F5 を3回やりましたっていうんですけど、それをやっぱり1週間ぐらいは続けていただいた方がいいと思います。もう確定させてしまうんですね、副交感神経を抑えるぞっていうのをですね。そういうのをやりながら体も生活も改善させてみてください。さて、ちょっとお時間いい頃合いになりましたので、お給のお話がちょっと出ましたので、田村先生にお出ましいただこうかなと。田村先生。はい、ではこれからお給の説明をしたいと思います。私はちょっと鍼灸学校の方でもお灸を少し指導させていただいてるんですけれども、普段どういうふうにやってるかというと、基本的にやるお灸は私透熱灸といいまして、直接お灸を据えるやつをやっています。例えば今日の喘息の時に使う H5、薬指ですよね。薬指の、小指側のツボに、だいたいこの半米粒大といいまして、米粒の半分の粒、これくらいの粒を、お灸するわけです。でここに線香で点火をします。で結構熱いので、熱い瞬間にこう消していただいてもいいんですけれども、これを、お灸っていうのは1層2層と数えますけれども、3層から5層ぐらいずつやってもらうと結構いいと思います。ただこの直接もぐさをひねるっていうのはかなり技術がいりますので、一般の患者さんにこれを指導することもあるんですけれども、例えばこういったもぐさを用意していただいて、コルクのコースターを2枚用意してもらって、それでくる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 伸ばすっていうやり方もあるんですが、今日はちょっと時間がありませんし、今日は千年灸のね貼り方の方もちょっと、説明させていただきます。まず千年灸にもいろんな種類があるんですけれども、こちら千年灸のニンニクという種類になります。でこちらが一番千年灸のシリーズの中で一番温度が高くなるお灸です。で内容が、こういうやつがいっぱい入ってるわけですよね。で使い方はですね、この真裏に穴が開いておりますので、この穴から熱が来るんですよ。ですからこれが清潔に当たるようにこういうふうに貼ってください。この穴のところが清潔に当たるように貼って、そしてライターで火をつける。ライターで火をつけてから貼ってもいいんですけどね。でこのような形で、
熱を伝えるっていうことをやります。ただこれはその方によって皮膚の厚さも違いますし、特に手の元々の温度、手があったかい人はやっぱり熱が早く伝わりますけれども、冬場なんかだともう本当にこの人死んでるんじゃないかっていうぐらい手が冷たい方もいらっしゃいますので、そういう方はまあ何度もやらなきゃいけない。それが嫌であれば、これをやる前にお風呂で温めたり、まあ、手湯と言いまして、水をためた洗面器かなんかにちょっとね、水じゃない、お湯をためたね、洗面器で少し温めてからやっていただくと、すぐ熱が通じると思います。で、あまりにも暑かった場合は途中で外してください。で、外すときはこの台座の部分も結構熱くなってますので、まあなんか軍手をして外すとか、お箸で外すとか、何か棒で外すとかっていう風にやった方がいいと思います。で、ご覧のように結構煙が出ますので、少し窓を開けてやるとか、換気扇のところでやるのが一番いいです。ただその窓や換気扇がなかなか用意できない方は、このように煙の出ない呼吸、洗面球の奇跡というようなこういうシリーズもありますけれども、これはあんまりね、大きな薬局でも売ってないです。これが欲しい方はネットで検索して探してみてください。この洗面球の呼吸も、シリーズがありまして、これハードタイプ、やっぱぬるいやつは全然熱が伝わりませんので、このハードタイプを買うようにしてください。でもこのハードタイプでも、このニンニクよりは少し温度が上がりませんので、こちらの方がちょっともしかしたら個数が必要かもしれませんっていうような感じで、私は清潔しらくで、まあ、血を出すのが怖いとかね、痛いのが苦手だっていう方にはこのようにお灸を使って治療しております。こんな感じでよろしいでしょうか。はいはい、先生、それで、患者さんの中にはたまに爪がそっくり返ってるような患者さんがいらっしゃいましてね、はいはい、で、こうその台紙のところを当てようと思ったらなんか浮いてる場合があるんですよ。あ、なるほど。そんな場合どうする、どっかずらした方がいいんですか、その真上でちょっと横目に、うんうんうん、こちらの方にずらして貼っていただくのがいいかなと思いますけれども、はいはい、まあ、大体その辺に当たってれば大丈夫なわけですね、お灸は。思います。なかなかお灸は使い勝手いいですから、これ1日に1回やって、午前中やって、はい、で、もう一回なんか調子がないからもう一回やってみようかなって言って、昼からとか夕方とかやっても大丈夫ですか、2回ぐらい。もう何でやっていただいてもいいと思います。そうですか、はいはいはい、分かりました。それじゃあ先生、すみません、質問の方が、はい、前回の分となんかあるみたいなんですけど、はい、あります。では前回の最後の、まあ、前回心臓のね、はいはいはい、心臓でしたね、あれでしたけれども、前回ちょっと最後時間がなくてご紹介できなかった質問を、稲葉先生よろしいですか。はいはい、心臓疾患ではなく、うん、背中全体が凝って呼吸が苦しい場合でも、うん、呼吸楽になりますかという質問が来てます。なりますかというのをやってみないと分からないんですけど、まあ、前回やった心臓のその治療 H3 ですよね、手の小指、これはやってみて、まあ、構わないと思います。で、例えば病院で心電図とかそのいろんな血液検査やなんかしても、異常とは言われなかったというものでも患者さんはもう自覚してますので、まあ、H3 をやってみる、それから胸の症状だったら、まあ、H1 という肺呼吸器系ですよね、親指のツボをやってみるとかですね、これも胸に関係しますから、それから胸から、まあ、背中もそうですけど、ここにこう行ってる経絡っていうのはですね、心包系って言って中指 H2 というのも行ってますから、これもちょっとやってみたらいいかもしれませんね。たまにアレルギーの症状でこう胸の症状がっていうのありますので、今日やりました、まあ、H5F5 手足の薬指、まあ、H5 だけ 手の薬指だけでもいいから、おやりになってもいいんじゃないかなと思います。それぐらいこう順番に。で、おやりになるときはですね、一つやったら5分10分待ってください。症状がこう変化するかどうか。で、また次のやって、また変化するかどうか、よく調べて。
それからそういうふうにバタバタやらずにですね、今言われたからってこうメモしておいて、じゃあ全部やってみようって、これはやめた方がいいです。はい、そういうことで、はい、では、次の質問もう一ついいですか。はい、喘息の発作が出ている時の対処法と、あ、はいはいはい、出ていない時の治療法に違いはありますか。基本的にはないんですけど、喘息の発作が出ている時ほどその患者さんがなんで喘息の発作が出ているのかっていうのは分かることがあるんですね。よくあるのが肩こりです。喘息っていうのはさっき言った誘因っていうのはこうすごくいろいろ重なって副交感神経が興奮してっていうのがあるんですけど、その場合はまあ喘息出てない時でも、まあ、HFF の清潔試薬をやると楽になるんですけど、それプラス肩こりがあると喘息っていうのは、まあ、呼吸器系というか咳の症状ですね、そういうものが出たりしますので、そういう時はですね、肩こりも取ってやるっていう方法が一つプラスした方がいいかなと思うんですね。でまあ治療のことなんですけど、呼吸器系を治療する場合は手の親指の H1、 これが呼吸器系の治療になりますので、これも足していただくといい場合がありますね。 H の5、 F の5、手足の薬指に親指の H1 を足していただくと、これがまあ大体セオリーになるんですけど、ただしこの胸の症状、いわゆる心肺機能って言いますけど、心臓と肺って非常に近いところありますので、H5F5 に H1 の清潔試薬したら、こうやって、ああ、なんか空気が吸えるようになりましたって言って喜ばれるんですけど、もう一回大きく吸ってくださいって言って、こうやってですね、ここしか入ってないですね。こっから下が入ってないです。こっから下に入ってないですね。で、これは何かっていうと、心臓の症状なんです。深く入らないっていうのは心臓の症状で、長く喘息やってる人は、心臓のちょっと疲れが出てしまってるわけで、この場合は H3 っていう手の小指の清潔試薬をやってください。でこれはですね、長く気管支拡張剤とか、お薬を使われた場合も交感神経を興奮させるような薬ですので、その場合は心臓の H3 を入れるといいですね。副交感神経異常興奮に対して薬で交感神経を興奮させてるんですね。清潔試薬の場合は副交感神経異常興奮してるわけだから、こっちだけ落とせばいいんです。薬の場合はこうやってるわけですから、交感神経症状も出てしまうと、そういうことになりますから、その場合は H3 もやっていただくと、まあ、こういうことです。あと何か質問ございますかね。とは、あ、来てますね。お灸はあったかくなるくらいが良いですか、チクッとするくらいが良いですか。じゃあこれ私がお願いいたします。答えたいと思います。ですね、直接灸、さっきやったもぐさを直接指に据える場合はチクッとする感覚が必要だと思います。で、千年球でやる場合はチクッとはなりませんので、熱がちゃんと来てるなって、だんだんじわーっと暖かくなってきますので、熱が伝わってるなっていう感覚があるまでは温めてください。まだぬるいなっていう時はあまり効かないと思います。ある程度熱が来てるな、ただあんまり我慢しすぎることは避けた方がいいかもしれません。あんまり我慢しすぎると水ぶくれができちゃったりしますので、その辺はちょっとね、やりながらご自身でコツといいますか、その自分の基準をね、掴んでいただけたらなと思います。あとは何か来てますかね。なんか来てますかね。あ、ありました。質問。手足の薬指と手の親指、手の小指、どの指からしたらいいですかという質問が来てます。ああ、そうですね。ちょっと詳しい話になりますけど、まず患者さんに清潔試薬する前に深呼吸してもらいます。で深呼吸してもらうと、全然呼吸大丈夫なんですよって言ってもですね、静かにしといてこうやって聞き耳立てると呼吸音が結構聞こえるんですよ。でこれはもう喘息の、気管支が細くなってるなっていうのが分かりますので、まず H5F5 をやります。でこう聞き耳立てて、あ、楽になってるなって患者さんびっくりします。あ、なんだ、さっきこんな細いところ通ってたらこう広くなったなっていうの分かります。で次が、H1 の清潔試薬をやっています。で H1 の清潔試薬をやって楽になる場合もあればならない場合もあります。これは肺にあんまり、肺とか呼吸器系の炎症やなんか起こしてない場合はそんなならない場合がありますね。でこれはまあ試しに、それで呼吸も試してみてください。
楽になる人もいればならない人、親指ですね、はい、手の親指 H1 ですね、うん、で最後に H3 心臓の清潔しらくをやって、呼吸のこう深さですね、この場合は深さです、最初のあの喘息の場合こうやって一生懸命こう努力するわけですよね。でそれが取れてくると今度は一回吸った空気の量がと一回の努力でシューッと下までそれから背中まで入るようになったとかそういうふうに言われますので、必ずその症状と治療後のその症状がどう変化したかの確認を取りながらやってみてください。万が一症状があれさっきの方が良かったってなったらですね、交感神経症状が出てるかもしれないから、H5F をやって逆に悪くなった場合は H6F4 H5F5 をやって良くなかった場合は H6F4 交感神経を抑制するのは手の人差し指と足の小指ですから、そっちをやってもらえばいいです。だから必ず治療やった後には患者さんの症状を聞いてくださいということでよろしいでしょうか。はい、じゃあ先生、はい、次回のご予定をお願いいたします。はい、では、次回の予告を、申し上げたいと思います、はい、まずあの8日の日曜日ですね、11月8日日曜日に、清潔しらく研究会ということでまたこの YouTube ではい、やりたいと思います。これは8時からですね。はい、夜8時からですね、うん、先生方の症例発表がございます、うん、今回11月8日は、村川うぐい先生と、うん、私の方で一つずつ、はい、症例発表、もう臨床科の先生たちはもう本当にお聞きになったらですねためになると思います。はい、でもう次の9日ですね、うん、月曜日、うん、今日のようなまた YouTube でのライブセミナー第4回目ということで、次回は肩こりの治療をやりたいと思います。ね、肩こりも結構奥深いですよね。うんうんうん、どの筋肉が凝ってるかに。あ、なかなか大変ですね。1回でやるってのは、これ5回ぐらいに分けてもいいぐらいじゃないかと思うんですけど、まあ、とりあえず触りでまずは1回、清潔しらくでどうやって治療するかって、動診をやりながら、この場合にはこうする、この場合にはこうしよう、この場合にはこうしようっていう、そういう肩こりの治療っていうのを、まあセオリーみたいなのもやってみたいと思いますので、はい、はい、質問もう一個いいですかね。あ、どうぞどうぞ。今見たんですけれども、うんうん、呼吸で水ぶくれができた時は施術はしない方がいいですか、うん、という。あ、先生、はい、まずですね、水ぶくれができないようになるべくやってください。で、水ぶくれができた上に呼吸っていうのはあのやっぱりあのよくありませんので、はいはい、水ぶくれができちゃった場合はちょっとまあずらしてやるとか、うん、できればその辺ではあんまやらない方がいいですよね、うん、まあとにかくあの清潔ってあんまり水ぶくれができやすいところではないんですけれども、ね、うん、あまり熱いの我慢しすぎは、うん、あのやめてください。まあ回数こうやればいいわけですからね、その時ギャーっていうのを我慢してっていうことはいらないっていうことですよね。はい、わかりました。今日は先生、田村先生どうもありがとうございました。お付き合いいただきまして、はい、ありがとうございます。これからもお呼びしますので、皆さんそれではためになりましたでしょうか。何かご質問ありましたらどうぞご質問寄せてください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。日曜日参ります。